はい、こんにちは、無精でございます。今日はですね、麻酔ドーフィン、まあイチジクなんですけれども、麻酔ドーフィンの剪定をして、挿し木をしましたというお話です。今現在のですね、鉢の様子はこんな感じなんですけれども、以前あの地植えにしていたものをこう鉢上げして、まあ冬の間この鉢で管理してたんですけれども、だからまだちょっと根は張ってない状態だと思うんですが、でまあ結構あの3本ですね、伸びてる状態でしたので、これをこう強剪定しました。で強剪定した枝をこうまあ挿し木にですねしたというような感じです。でこの麻酔ドーフィンという品種なんですけれども、1908年、明治41年に、麻酔浩二郎さんという日本人ですねがアメリカから持ち帰ったんですけれども、その時に持ち帰ったのがビオレドーフィンという品種だったらしいんですね。でビオレドーフィンは、夏か専用種なので、夏にしか実がならない、イチジクなんですけれども、でドーフィン持ってきたよって言って売ったんですけど、おいこれ夏しか実つかねえじゃねえか、秋実つかねえじゃねえか、どうしてくれんだっていう話が来たんですかね、わかんないですけど、でこれどうも違うなという話になって、で改めてアメリカの方からこうちゃんとしたこれはドーフィンですよっていう品種を取り寄せましたと。で、まあその夏化専用ビオレドーフィンと区別したいために、これをどうやって売ろうかなって言った時に、自分の名前の麻酔をつけて麻酔ドーフィンという形で販売したということで、麻酔ドーフィンという名前になっているということだそうです。なので実際のまあ海外でも通じる品種の名前としてはドーフィンという名前でいいそうです。日本で、まあ、スーパーとかですね、大体売られているイチジクといったら、まあ、特に生ですね、生のイチジクでいったら、もうこの麻酔ドーフィン一択、ほぼこれしかないと言っていいと思います。まあ、ちょっと紫がかった、で、お尻のところがこう割れて、中の花の状態がちょっとだけ見えるっていうのが、まあ、一般的なイチジクのイメージだと思うんですけれども、あれがまさに麻酔ドーフィンというものだと思っていいということだそうです。でイチジクはですね、こう冬の間にガツッと、大きく強く剪定をしてあげて、枝を切らないと新しくこう枝が出てこないんですね。だからもう本当にここまで切って大丈夫かっていうぐらい切っちゃいます。で太いところをガツッと切ってます。で切った後の様子はまあこんな感じで、本当鉢の土の上には10センチ15センチ出てるかぐらいですねの状態にしてます。で、まあ、切り口が大きいとこう 切った面からこうなんていうんですか、病害虫とか菌が入らないようにこう油合剤、塞ぐ薬、薬剤をつけなきゃいけないっていうような話もあるんですけれども、まあ、ちょっとそこまではいいかなということで、切ったまんまにしております。切った枝をバケツに入れときまして、まあ、なるべくこう乾かさないようにしておきます。で切った枝をですね、だいたい3節から4節ぐらいですね、なので、長さはあまり気にせずに3節4節あるような状態で切ってます。だいたいでも20センチから15センチぐらいになってると思うんですけれども、でイチジクの節っていうのはその節のところからこう葉っぱが出て、で葉っぱの、どっちだ、下に、実がつくというのがイチジクなんですけれども、でその一節に一つ葉っぱが出て実がついて、一節に葉っぱが
ついて、実がついてという形になりますので、まあその実のつく量っていうのは品種にもよりますけどね、葉っぱだけの場合の節ももちろんあるんですけれども、節大体3節から4節ぐらいで、刺し穂を作るようにこう切ってます。で、切った刺し穂のですね、土に刺す側なんですけれども、少しだけまあハサミ、剪定バサミでこう削り取ってます。っていうのは、その削り取ったところの形成層が多ければ多いほど、形成層部分からこう根っこが出るっていうふうに言われてるので、だまあいろいろやり方はあるみたいなんですけれども、こうなんていうんですか、くさび型、こういう形でこっち側を切ってこっち側を切ってっていうやり方が割と一般的みたいなんですけれども、私はまあなんていうんですか、軽くあんまり力使わずにできるんで、こう外側を少し削る、鉛筆削りみたいな、鉛筆削りの最初みたいにこうサッサッサッと、だいたい3箇所ぐらいですかね、小さい枝だと2箇所ぐらいだったんですけど、少しだけこう皮を剥いで形成層を見えるようにするっていうような、削り方をしています。削ってからですね、バケツに水を張ってそこに、刺し穂を入れて、だいたい1時間2時間ぐらいですかね、水を吸わせていました。今回、刺し木用に用意した土なんですけれども、鹿沼土 100% と、いつものブレンドですね、鹿沼土硬質炭、腐葉土、もみ殻燻炭といったような、まあ普通の、植木とかに使ってる培養土っていうのがもう一つと、硬質炭ともみ殻燻炭と軽石ですね、ほぼ、炭炭素成分ばっかりのやつ、この一番右の真っ黒いやつですね、と、3種類ですね、土を用意しました。で、あともう一つ、そのさっきに剪定したマスイドーフィンの植わっている鉢ですね、その鉢に直接刺し穂を刺すという方法を取ろうかなと。以上、この4種類のやり方で、まあ差が出るのか出ないのか、ちょっとそこを見ていきたいなと思ってます。24ポット用意したんですけれども、思いのほか刺し穂が少なくてですね、1種類あたり6本ずつぐらい刺し木してみました。まあ、あと、植木鉢の方にも挿し木しています。これで、差が出るのか出ないのか、ちょっと今後ですね、春夏と楽しみに見ていきたいなと思っています。はい、以上、無精でした。ありがとうございます。